こんにちは。日本一の霊能者、塩の山ライオンハートの三枝クララダビデです。いつもありがとうございます。今日は2024年7月16日火曜日です。今日はね、昨日メディアブルのズームのライブ配信があった日で、そのズームの中ではね、いろいろね、質問をお受けしたり、みんなでね、一緒に考えたりとか、すごい楽しいコミュニケーションがすごい私も楽しみなんですけれども、昨日はね、トランプの銃撃事件について、これもしなくちゃならないので、昨日はこの事件について霊視してみました。霊視の前に、私がこの事件を見た印象は、最初の印象大事ですからねで、この印象は、なんかこの人たちがシークレットサービスって言うんですけども、私の目には最初の印象が、みんなね、タレントさん、クライスアクターっていうのに見えました。で、まあね、トランプもウクライナのね、首相ももともとタレントですから。で、まあ私の印象は印象でこう置いておいて、昨日はこのことについてね、霊視してみました。でね、本当にズームの中での霊視は、みんなにもね、力をいただいて手伝っていただくので、本当によく見えやすい一人でやるより。それで霊視したところ、こういうものが見えました。 ここですね。ここのこう、なんて言うんですか、ここのこの縁台のね、前に立っている、まあ壁塀みたいなものが見えて、で、この縁台のね、この盾みたいな、ここの中で、このカメラの映らないところ、何かもう仕掛け準備がしてあったっていうのが見えました。霊視でね、ここにね。で、これは、まあ、ここからは考察ですけれども、何の準備をしたかって言ったら、まあ、このシークレットサービスの女性の人かなが、まあ、ポッケにこの血のりのカプセルを忍ばせて、で、まあ、下に座ったトランプにこう塗りたくっていた。ここは私の考察ですか。まあ、これが血のりが見えたわけではないので、見えたのはここですね。この縁台のところに座り込んで何かをするための仕掛けがもう準備されていたというのを私は見ました。でもねこれ自作自演だよって言うと、すごいね、アンチが湧いてくるんですけれども、まあこのアンチも分かりやすい、ツイッターのなんちゃらかんちゃら、自称イケメンっていう、光なんとかっていうインチキ霊能者のもうね、これは安倍さんが守ってくれたんだと、安倍さんがね、トランプを守ってくれたんだと、もういよいよね、統一教会の正体を表したなって思います。まあこのね、安倍さんだトランプだ、みんなの工作員だし、これを擁護する人たちもみんな、私は何かしら工作員とか統一教会に、まあ、つながってるインフルエンサーとかね、だと思うので、みんな気をつけた方がいいと思います。それにね、このトランプのこのね、デジタルカード、これ即完売でもね、ここがもうピラミッドですよねフリーメイソンですよってね、イルミナティですよってね、こんなにもねアピールしてるのに、もう堂々と言ってるのに、それでもトランプ信者はもう熱狂的ですね。もうトランプ信者の耳には何を言っても入らない。聖書にね、白く塗りたたくった、まあ、墓だとお前はっていうシーンがあるんですけれども、トランプ見ていると、まあ、そういうシーンを思い出します。今日はね、昨日のズームのライブ配信の中で、もう昨日はもう避けては通れないトランプの銃撃事件について霊視してみました。で、他にもね、いろいろと霊視して、富士山の今回の死者の多さ、まあ、それについても霊視したらびっくりすることが分かりましたので、これはちょっとメディアブルの方でね、お伝えしたいなって思っています。もうこのね、トランプの銃撃事件もね、おかしさ満載で、それはね、もういろんな方が
もう箇条書きであれもおかしいこれもおかしいって言っているので、そちらは省きますけれども、まあ、私が霊視で見たのはもうここの縁台のこの見えないところで何かがこの事件のための準備がされていたというのが見えましたので、今日はそのことを伝えさせていただきます。まあね、トランプもね、バイデンも個人では動けないただの駒ですので、まあ、こういうことに振り回されずに私たちは歩んでいかなきゃいけないなって思います。でそれでは今日はこの辺でまたね、バイバイ。光、あ、そうそうそう、なんでこういうことしたのかなっていうね、動機、まあ、選挙を有利にすることとか、安倍さんのを見てもうね、あの極悪の安倍が死んだことによって 今やね神扱い、まあ、それも見ていて羨ましく思ったのかな。これは私の個人的考察です。じゃあそれでは今日はこの辺でまたね、バイバイ。光あれ。